これもあとね、今日早いな。ただもう降りちゃおうか、降りちゃでんね、行っちゃうか山頂まで。ここまで来ればあともうちょいです。うん、ポプタポプタポプタポプジャンプ。あー、うわ、やらしい、やらしい道だ、あぶねえ。また霧が晴れた。よし、しかしここはネットが繋がらねえな。ここまで来るあともうちょいでしょうな。犯人は着くかな。俺先週この辺で絶望してた記憶あるよ。まだあんのこれみたいな。うん、もうこれ分かってるから楽だけど。寝たいだけでしょ。寝たいだけだと思うよ。なんかちょっと僕普通ですか、わんけどねー。はい、行こっか。はい、ワンワンクロー。あ、いるね。何色？青？あ、じゃあスズメだ。スズメさんだ。スズメこんな標高とこいるんだ。頑張ったよ、僕もみたいな。いや違う、スズメじゃないこれ。なんだっけあれ。見えないの君。本当だ。あ、可愛い。じゃ静かにしましょう。あ、詰めちゃった。ブルーッつん。俺こっちは撮れたよ。動画では。うん、飛んでっちゃった。多分。これそろそろ分かれ道はないかな。そうだよね、これ多分分かれ道そろそろ出てくると思うんだ。2000の山ってあるのか。 あれだ、山梨とか行くしかない。出たよ、めんどくせ。奥多摩の最高峰ここじゃん。あ、そうなんだ。うん、
あ、知らなかったそれ。奥多摩のね。うん。東京はどこなの？東京はちょっともとり山じゃん。標高2000ってのはね。あれ行ったことあったっけ？ないよ。雲取山ってあの炭治郎の？あ、違ったっけ？あ、そう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 。これやらしい。これ手必要だったら行ってね、また。うん？はいはい。九死に一生スペシャル。一生そのスペシャルになっていいよ。周一さんは神様なんです。あれやんなくなったよね、いつの間にか。何を？九死に一生スペシャル。また夏の時期になってやるじゃん、ね、運よく床が外れたことで大震災の被害から防いだ船さんみたいな。あんまりでも震災がそういうのやんないと思う。ないね。家をロックあるから。うん、ここで待つか。団体さんが降りてきた。ここにしよう。いっぱいいた。ね。そうだね。あ、どうぞ。ね。こんにちは。バスが晴れ。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ネズミ可愛かったね。ネズミ可愛かったね。あの山ネズミ。見るだけだけどね。あんなの触ったら病原菌もらっちゃうから足りないと思う。多分すごいと思うよ。山ネズミ。あ、はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。20日ネズミぐらいかな。結構本当にいたんだ人が。でしょうね。ありがとうございます。全然ゆっくりでいいね。あれまとあ、どうぞ。失礼します。あ、ありがとうございます。うん、あ、ここ手いる？大丈夫？使うんだろう。大丈夫。大丈夫。失礼します。ありがとうございます。こんにちは。失礼します。ありがとうございます。失礼します。あともうちょいだよ。あー、わさび食いたい。なぜかわさび。わさびアイスクリームあれ美味しかったの。いやー、いいや今日は。あそこまで戻るのがめんどくせえ。今日はガスってて、ガスってるからさっと帰る。さっと帰る今日は。ガスってんの山だけだと。まあね。いや何やるか分かんないし。今思った、走り屋今日いないね。走り屋。じゃあ走り屋。うん。分かんねえ。怖いからなあいつら。めっちゃ危ねえ運転してくるから。結構人もいっぱいいたんだな。うん、あともうちょいだよ。ここまでクリア。まだいりそうだな。最低多分12時まであとについてるとまだ安全だ。うん、人が多くてだね。でこれもそろそろ山頂だはず。
あ、まだか。ごめん、すぐ着いた。この分かれ道が、あると思うんだよね。